添騎士と富田騎士の粗暴行為で富田騎士が骨折した文面がある時を境に全てのメディアから削除されたことが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。骨折の文面が削除されてネットで大騒ぎに。とりあえずヤフーニュースは殴って骨折の記事は全部修正削除で消えた。その事実を書いた記事は一つもなくなった。ソース元が1社だけなら誤報の可能性もあるが、複数のメディアが報じてて一斉に消えたなら間違いなく黒だな。暴行は競馬のイメージ悪くなりすぎるからな。削除は仕方ない。もう今の時代に隠蔽とかしても意味ないのに。マジで全部消えたな。闇やな。広めてからの削除は草。圧力で消させたのかな。これは悪手。つまらん隠蔽するなよ。 JRA が各メディアに記事訂正依頼を出している。従わなければ取材拒否も辞さない姿勢なのですぐ対応する。スポーツ新聞なんてみんな JRA の言いなり。隠し通せると思うんか。骨折のニュースで流れ変わったからな。それでも池添擁護してる人はしてるけど、都合の悪いことは消される世界なんだろう。かえって逆効果だよねこういうの。被害届を出してないなら詳細は報じる必要ない。記事を消させた JRA は正解。本当に消えてるね。こんな一瞬で消させることできるんだな。 JRA 強いね。お得意の隠蔽ですか。これだけ大事になってるのに誤報でしたの謝罪もなく、本当にしれっと消しているから真実なんだろうな。謝罪もなしだから圧力に負けた、忖度して消したかどっちかやね。恐ろしい世界や。やっちまったな。こういうことをするから競馬村のお里が知れる。圧力をかければ忘れてもらえるなんて甘え切った考えが令和の時代に通じるかよ。監督省庁の農水省にみんなで問い合わせろ。こういうのこそあやふやにするんでなく、きちんとした経緯が必要でしょ。舐めてるわ。怖いね、ヤクザと同じやり口。JRA はマスコミ各社のスポンサーだからマスコミも従うのかな。 JRA はもうスポンサーというレベルじゃないしな。メディア側から謝罪もやってるわけだし、日本の新聞メディアは運命共同体だね。国家、政治家、新聞テレビが三位一体となって情報やモラルをコントロールしていく。ジャニー喜多川の事件なんてそれに守られた典型。 JRA の競馬村サークルもちょっとしたジャニーズ事務所みたいなもんだな。競馬村って最低やんけ。なんで隠蔽すんのよ。イメージ悪いわ。今さら消してももう広まってるから余計にイメージ悪いだけだろ。協定で八百長問題があってもスポーツ紙は動かないんだから、今回の削除もそうだろうなとしか思わん。こういうとこだぞ JRA。 池添は追放でええやろ。処分が甘いから図に乗る。池添もまさか暴行で鼻折った記事出るなんて思わなかったやろ。だからなあなあにしようとあんな謝罪ポストした。競馬の取材なんかできなくても問題ない文春が JRA の闇暴いてくれんかな。傷害事件ではないので警察には通報してません。お前ら余計なこと書くなよ。競馬村は今日も平和だな。鼻の骨折治らなくて富田来週謎の体調不良で休みとかにならないといいけど、大元は何が何でも隠し通そうとしそう。また圧力か。まあ立派な傷害罪だしな。ゲスト増えるだけなのに隠蔽池添それでいいのか。誤報なら訂正した際の謝罪があるんじゃね。持続化給付金不正受給疑惑の時みたい。JRA がクソな組織だとよくわかるな。誤報でしたすみませんと言わない限り誤報ではないだろ。普通にもみ消し。誤報なら池添がとっくに反論してそうだけどな。骨折させてないのにこれだけ言われたら池添がおとなしくしてるわけないわな。これだけ大騒ぎになれば池添はもう終わりだな。喧嘩したことないからわかんないけど、尾骨骨折って喧嘩で受ける怪我だとどの程度のランクなんだろうか。かすり傷ではないよな。鼻骨折させるような怪我って割と重症なのでは。グーパンで鼻狙ったか知らんが恐ろしい。騎手っていい年して短期多すぎねえか。騎手なんて一般人の足頭が知らないような大変な世界だろうけど、人間的に成長できてないんだろうな。お前らだって富田よりスマホのが大事だろが。池添みたいなネットでかまってちゃんしてるような人のスマホ壊したらどうなるかぐらい想像つくよな。 JRA がヤバい組織なのが外に出ちゃったね。池添のケツ持ちが JRA。 JRA の親分が農水省。マスコミもお上に逆らえば商売成り立ちません。スポーツ新聞は競馬欄が欲しくて買う人がほとんどだから、圧力かけられたらすぐに尻尾巻いて従うだろうね。たかが博打の堂本が偉そうに。いろんなスポーツどころか相撲ですら暴力、パワハラ、セクハラは厳しく処分される方向になってるのに、競馬だけ何が起きても特に糾弾されることもない。もう競馬はスポーツだの騎手はアスリートだの言うのはやめるべき。同じ公営賭博の競輪や競艇選手と待遇が違いすぎる。馬主という上級国民がバックにいることも大きいのかな。スポーツ新聞と競馬は持ちつ持たれつだろうからな。あんまりデカデカと書けないわな。そもそも殴られた被害者側がすぐにおまわりさん呼べばいいんだよ。そしたら逮捕されてたのに。
一般企業だとどうなりますか？こんなもん解雇されんでもいられんようになるわ。土方の世界とかだったらいられるかも。池添、自分に批判的なポストしてるやつをバンバンブロックしまくってるみたいだな。わら、全く反省してない意識が小さすぎる。X 見てきたら、ガチでバンバンブロックしまくりで笑うわ。わら、しかもコメ欄書いてない人にまでとか、ポストしてつぶやいてるだけの人たちのまで聖マジー数をブロックしてるんだが、わら、エゴさしてるってことよな。ガチでメンヘラ女みたいな演出さでキモすぎ。説明責任どころか X でブロックしまくってるんだが。ここで余談なんですが、当チャンネル主も Twitter のアカウントを見ると池添騎手にブロックされていました。まあこんな動画上げているので残念でもないし当然ですね。余談終わりです。たまたま表に出ただけでコネなしは基本ボコられてる。ちょっと前に藤掛も親猿にボコられてたろ。コネなしはボコられるの前提で入村しろ。豊かにはこびへつらい、後輩には威張り散らす最低なやつ。ネチネチ説教されたらそりゃいつかブチギレるだろ。岩田とかキムテツとか放置してるような組織だからこんな事件が続くんだよな。競馬村のこういうところがダメなんだよ。池添とかもういなくなっても困らないだろ。弟が優秀な調教師先生だし、ことを大きくしたらまずいんでしょ。 JRA がクソ、不正大塚良一をのさばらせるだけはある。週刊誌記者とかも競馬やってるから競馬村が浄化されたら困るんだろう。だからどんな不祥事も見逃される。誤報だったんじゃねえの。バカは信じたいものだけを信じるから隠蔽って思い込む。誤報だったら名誉毀損レベルのことやってるから謝罪の記事出すのが普通じゃね。それと誤報だったとしたら池添が何も反応してないのもな。池添本人が X でコメント出してるし、すでに JRA 公式ホームページで池添と富田の乗り換わりが発表されてるのにまだ誤報を主張するのか。 JRA の売上激減してる理由がよくわかるわ。いつまで経っても逃げ回る体質って変わらんのな。富田が池添の処罰望んでないってのも正直嘘っぽいんだよな。木刀事件でも吉田恫喝して被害届取り下げさせたの JRA だし、日々なら使えるんだろうけど、今もブロックしながら画面の日々が目に入ってイライラしてるんじゃないかなと思う。こんなこと起こしても相変わらずパパや弟が守ってくれるんだろうな。競馬村のケンちゃんはコネに庇護されて50歳になっても子供のままでいられていいよね。この軽すぎる処置で JRA の体質、村の異質性が馬娘とかで入ったにわかに知れ渡ったよ。骨折となると警察も動かなならんくなるからな。そりゃ圧力かけるわな。マスコミがまともに機能してる国ならこの辺突っ込んで質問するんだろうな。メディアは堂本に冷遇されちゃうと困るもんね。単なるスポンサーってレベルじゃないからね。JRA が広告費出さなかったらもはやスポーツ自然史存続不可能だよね。もみ消し隠蔽、マスコミとズブズブ。ほんとクソな組織。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。